はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで小野伸さんですね。はい、ファイナンスのチャンピオンズリーグですね。もうあとホームページに、はい、在庫設定している分だけになります。まあそこそこ早かったですね。まあ、サインが2枚出るというね。で、メンバーも、まあ、チャンピオンズリーグのクロームの時も、まあ、ね、良かったですからね。はい、エランガさん。ルーキーとベテランと分けておきますね。まずはインサート。ロータロ君だ。ね、いい選手ですね、ロータロ君ね。素人の、ね、サッカー見るの、素人の店長が見てても、いい動きの。またエランガさん来た。ね。トップルーキーは何枚ダブってもいいっすよっていう。ね。ベリンガムと、あ、センチュリオンだ。はい。ジョン・テリーさんだ。おー。イングランドのね。もう伝説ですね。はい。ジョン・テリーさん。これもなかなか出ないような。TV で何回か見てますけど、そんなにやたらめったら当てないですね。はい、ペペさん。あ、サインじゃないわ。ここ白いか。ここの白さでね。はい。サインのための枠かなと思っちゃうんですけどね。はい、ルキのリフです。サインじゃなかったです、うん、インサートが手前にあって下はグリーンのウェブ。サインはないな。はい、エビンベさんですね。お、75シリですね。パリ PSG のミッドフィルダーだ。あれ、サンチェス来たんだっけ PSG。 なんか契約しましたよね。まだ取るんだっていう、ね。はい。あ、サインだった。はい。ピッコリさん。ロベルト・ピッコリ。アトランタ。アタランタ。フォワードだ。おー。どういう選手なんでしょうね。初めて見ました。サイン自体も初めてかな。はい。ちょっとこれ、ハートマークなのか。ピッコリ。LI。はい。ですね。ね、グリーンウッドさんも、レギュラーカードに返り咲いてる。お、ガビリフいいじゃないですか。これはいいんじゃないですか。なかなか出ないですよ。はい。見たかな？ガビ。PB で。今年、100人？ 100 人でしたっけ？ファイナンスが変わってないんだっけ？ちなみにあの、ファイナンスのチャンピオンズリーグなのでね。オムシンさんは、はい。大丈夫なんですけど。他の方がこう、あ、ブンデスリーガ安いじゃん。そっちブンデスリーガですよっていう。はい、キラキラしてます。バルサのルーキーですね。175。バルサ、バルサですね。お、メッシ、ハーランド、カルルさん。お、ガビのフューチャーズ。なかなか出ないですね。はい、デブルイネさん。61番、うん、ハイナンバーは
ベテラン？よいしょ。はい、プリちゃんと、下は何色だ？はい、ホデンさん。ライトグリーンかな。99シリの33番。シリアル来ました。モリバさん。ん？サインだ。どなただ？はい。多分 A 読まないね。ラファエル・レオなのかな。写真かっこいいですね、でもね。うん、ちょっとわかりませんけどね。ね、サインカードとしての写真として、こう総合的にカードを見て、とてもいいカードですね。はい、最後2枚ですね。両方初めて見ますね。レギュラーカードいるのかな、ラファエルさん。なんかレギュラーカードあんま見た記憶がないような。最後はハキミさんのリフでした。はい、サイン2枚にセンチュリオン、ちょっと出ないインサートですね。でガビリフ等も出てますんで、ガビさんのリフもなかなか出ないじゃないですか。箱で2枚、2枚ぐらい、合計4枚ぐらい、100分の4ぐらいなイメージね。いいっすね。あとは将来こう順調にね、成長していって、でスタメンを勝ち取って、リーグでとてつもないこうね、ゴールリーダーとかはまああるでしょうけど、かなり難しいね、プロの熾烈な戦いですからね。ミッドフィルダーですもんね。はい、こんな感じでしょうかね。シリアルとガビリフ、これかっこいいですね、やっぱりね、うん。で、サインはね、アタランタ。はい。それと、AC ミラン。人気出そうですね。はい。ということで、こちらでね、今日発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。